ではですね、米作りについて、えー、説明していきたいと思います。シンクロ本ンではですね、この最初の8ページです、うんえー。ここですね。弥生時代。これね、弥生時代ね、これ柱はね、3つ。まず1つ目は、やっぱり弥生時。2つ目がこの米なんですよ、米。で、もう1個は最後がね、えー、この金属器、青銅器です、えー。ということで、えー、米ですね。この辺りを、この辺りをね。 今からフローチャートにまとめていきたいと思います。はい、では早速参りましょう。うん、まあね、やっぱ米。うんね、やっぱ日本人の、ね、主食ですからね,ね、このお米離れが、ね、こう叫ばれて久しいですけども、でもやっぱりね、どうでした昨日一日考えてください。ね、米を一回も一つも口にしなかった人います、うん、多分いないと思うんですよ。ああやっぱり何らかの形でね、一日一回はね、ご飯を食べる。うん えー、ちょことやっぱりなんでかんだ言ってやっぱ日本のね人のこのね、えー、生活の核ですよやっぱり米っていうのは、うん、つうことでその米についてやっていきましょうまずねこの辺に米と書きましょうかああ今からね3方向に展開していきます、うん、適当にはいまず1つ矢印2つ目はい2つ矢印で3つ目矢印適当じゃ、はあ、まず1本目ですね うん、米の伝わり方、ね、これが聞かれる。米。えー、長江から入っていきます。あのね、朝鮮半島じゃないんですよ。長江からもダイレクトで入ってきてる。今、これがすごい有力ですね。うん、入ってきて、米がどうなったかと。た、う、な、ん、く前にね、日本中に広がりました。な、うんでと思います、ね、米やっぱね、美味しいでしょ。米、ね、食べてたら、ね、甘くなる。ね、もう人間、甘いもの大好き。米やっぱ美味しいですよ。 あったことありますご飯嫌いっちゅう人。僕いないですね。うんうん、あんま、えー、1人もいません、今のところ。やっぱご飯大好きなんですよ、ねえー。甘いから。そういうこと、ねあの。お米はスーパーフードですから。スーパーフード栄養価もすごい高い。あしかしね、これは、ね、玄米の場合ですからね <laughs> あの。皆さんよく口にするこの白米ですね、うん。あれはね、カスです。申し訳ないけど。玄米食べましょう、皆さん。玄米を。うん えー、全くもに広がっていった。ということはね、このね、えー、逆転の発想、いいですか、伝わらなかったところを考えよう、ここが聞かれる、いいですか、2つあるエリアが、1つ、北海道、なぜか、なぜか、ね、米は、ね、美味しいし、スーパーフード、でもそう、北海道、作りたくても作れなかった。 なぜか寒いからですよ。米ってもともと熱帯の植物ですからね、ねえー、寒いとこじゃ育ちませんよ。今どうですか、北海道、うん。バリバリ取れますよ、米。米どころ、北海道。なぜかというと、ね、これは品種改良ですよ、品種改良、ねね。入ってきた頃の米とか、もうほぼ雑草に近いからね、北海道では無理です、育たない。だから北海道では依然としては狩猟、ねえー、中心。北海道ではね、俗縄文文化。 これ歴史用語。俗、上、上文文化です、ね。で、すねもう一つ、それが沖縄。やっぱ大体、橋やね。なぜ沖縄には伝わらなかったのか。伝らずっらうん。米作りに必要なのは、そういえば水ですよ。ねうん、真水がいる。 沖縄ねこう海水水はは豊富やけど真水は少ないでしょ、うん、しかもね周り海やからもう魚とった方が早いんですよ。うん、ということで沖縄ではこの漁労中心の貝塚文化が続く。ということまず一つ目ね。二、はい、つ目、はい、道具です。米作りの道具。はいえー、石包丁。 マセセキですよ苦いた石あ今のこの,なんていうのコンバインですよ稲刈りですね稲刈り石包丁のほくび狩りとかねほく狩り次第でほくび狩り聞かれますからねこう点でしたらダメですよ点者がほくび狩りやけどこう例えば、ね、ほくび狩りって何かっつうとこう本の先っぽを刈るんですよいや根、ね、刈ったら一発で済むじゃんって話じゃないですか でも、ほくび狩りなんですよ。なんでか。ね、これね、やっぱり、ね、ニ言ったでしょ。雑草に近いまだ。この時代の米とか。か結構実るけど、実るけど、ね、同じ方でも、この実る時期に下がれるんですよ。こっちは実っとるけど、こっちはまだ実ってないと。そういうのがある。ね、だけど、まず実ったとこだけカット。ここもう少し置いとこう。ここカット。実ってる、ねえー違う。ここ実った。カット。ここはもうちょっとだなと。置いとく。 実った方の先っぽをカットしていくちいうことなんですよ。これが北尾狩です。いいですか、はい、でもう一個ね、えー、貯蔵する高床。倉庫湿気多いからね、日本はね温暖湿地やから、そうこを1メートルが上げる。であとこうネズミガイストがつけるね、こう有名ね、道具です。はい、でラスト3本目。 これがね、やっぱ日本社会を劇的に変えていきますからね、えー、これ歴史上でね最初入ってきた頃の田んぼっていうのはこれ湿田なんですよ湿田湿田って何かっていうと沼です沼で沼にねこのね種のもみをねこう、鬼は外みたいな感じで巻くんですよであとはどうするかっていうとひたすら放置放置プレイですよあんまり身の上に悪いですね ね、う運任せみたいな思うよもうギャンブルみたいな感じ、うん、でここからね試行錯誤してね、えー、いろんな経験でねああでもないこうでもないとしてちょっとずつこの進歩発展していくやっぱりね水の出し入れが大事水の出し入れがそこでこの水道を備えた感電、ね、こっちに変わっていくんですよ電電から寒電に変わるよく出るのが感電から湿電に変わる×です× 今の田んぼは寒電ですよ、ね。水の出し入れ調整して、ね、ある時とかにひたすら乾かす時期も必要。ね、通うこと、出電から寒電、はい。初期の水田の遺跡、ちょっと2つ紹介しましょう。ね、我らが福岡と佐賀、はい。福岡の遺跡、板付遺跡。初期の水田。板付。これは今のあるね。 福岡空港、あの近くなんですよ、板漬ね、佐賀はた畑,名畑これは唐津です唐津、ね、僕両方行ったことありますけど、ねえー、そういうことさあ必然から関連に変わってどうなるか収穫が増えますよ、ね、ここでね米のすごいところねめることができるんですね保存性がいい 1>, ね、1年2年3年4年ほたっとっても、まあ、あちは落ちるかもしれんけど食べれますからねこう肉やったらもう腐って食えないですよそうでしょ、ね、だけどどんどんこう蓄積することができる貯めることが、ね、だけどいっぱいできて、ねまあ、人間食う量はそんなね決まってますからね,ね余っていってこう富が、ね、どんどんこのね,このね,、えー、ね蓄積されていく感じですよああこれがね また歴史上で余剰生産物っていうんですあまりです余剰生産物これでどうなるか持つものはもっと持つようになる持たないものはないどんどんこの格差が広がっていく貧富の差が生まれる持つものと持たざるもの あまりこの差ができすぎるとよくないですね。良くないです。いい,いと、中国と。米の先、もう一個紹介。最大規模の水田見つかった静岡。これがトロ。ハマチでもいくらでもなく、トロです。トロも僕、行きました。行きましたよ、本当。はい。えー、いうことで ささシンプルさん広がるとどうなるかも極限まで広がるとこれバトルですよ。バトル。戦争になってしまうと。米はね日本社会を豊かにしましたよ。間違いなく。しかし戦争も生んでしまった。ね、やっぱりね、プラスがあればマイナスがある、えー。これが自然の摂理。宇宙の法則ですね、やっぱりね。うん、で戦争に備えて攻めてくるんですよ、敵が。い、ね、やおなく攻めてくるんですよ。そこで戦争に備えてどうしたか。 観光集落と高知性集落これらが作られるまず看護集落これすごい有名。周りに堀近く周りの堀、ね、そう村の周りに堀を、ね、準備掘って、ね、柵を設けて簡単に攻め込まれないようにする看護集落一番有名なのがやっぱ佐賀 ね、だからそう九州に最初に入ってくるわけでしょ玄関だからねちょってことはやっぱ九州が、ね、一先に豊かになるわけですよ日本に先駆けて、ね、ちってことはやっ看護集落も発展するわね佐賀の何ですか吉野狩りですねああ、まあ、機内の空っ子鍵もありますけども、はい、佐賀の吉野り。で、高知勢集落何かっていうとだ敵が攻めてきた時にこの避難する場所です高いところに作る 高知性集落。つ、えー、う,うことで、でも看護集落っては大体山大,大国イメージですよ。ね、ちっちゃいこの集まりがどんどん大きくなっていって、国と呼ばれる、まあ、このね、カタカナですけどね、国、国ね。あでそれがもっとどんどんまた大きくなって、ねえー、最終的にこの大和、ねえー、王権が生まれる、ねで。これが大和頂点になって、ね、日本がどんどんこう、ねえー、統一されていく。 う流れですねやっぱ米,ですよ米によって日本はそういう統一化が、ね、進んでいくで大和王権に行き着く大和王権が天皇ですからね、うんえー、そんな感じですいい以上です